あ、先頭行きたい人、全然行ってくれていいですよ。いや、大丈夫です。あ、もう行ってください、行ってください。大丈夫です。うわ、止まってます。マジかよ。危なやろ。はい、どうも、南太です。今日はちょっと加古川の方にカツ飯を食べて六甲付近をツーリングしたいと思ってます。ビーコムセナとかでもつながるんですか？ビーコムセナでも行けます。物理的には、はい、全然行けます。新しい人をどっちのインカムに引き込むかってになります。なかなか難しいですよね、走る人とね。そのあ、これ逆方向ですね。そっちからでも行けるのか。うん、じゃあ今日も一日よろしくお願いします。お願いします。僕もいろいろとカスタムしてきましたけど、うん、乗らない子に説明したらまずアホちゃんって言われます。いや、言われる言われる。もう俺タイヤ台で引かれるもんな。この間会社でタイヤもこぎくり刺さって交換なんすよって言って、なんぼすんのって。いや僕6万5、6千ぐらいですかねって言ったらえ、やばない、車のタイヤ安いやつやったら2回ぐらい全部履き替えれんだよね。軽自動車の安いタイヤやったら多分4本で多分2万ぐらい。そう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 。でも南谷さんのやつはほんま不幸っすよね。いやマジ3000キロしか走ってないのに。3000走って6万か。そう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 。だってあとこのタイヤ自体がもう2万4千キロぐらい持つよ後ろ、うん、それやのに死んでしまうっていう。自分の意識か。いやそうです、はい、発揮できずにそのまんま。でほんまバイクの大型のタイヤはほんまいいの履いたらもう7万近くしちゃいますもんね。いやそうそう、工賃込みで。そうそう、あの信号左曲がって。あ、もう到着ですか。うん、わーい。どっか空いてるところ右側どこでもいいよ。3台止めれそうなところ、はい、ここ行けますかね。あ、大道路出たら、うん、僕前行くんで。了解。あ、信号変わりそうで、急げ急げ急げ。左左。カフェってあれどの辺なんですかね。あれ六個。え、ガーデンテラス？なや、のちょっと先行ったところにあんねん。何が有名か。あ、なんかね、パンケーキでしたねあれ。まあちょっとおしゃれな感じのテラス席のあるとこなんで。いいですね、アフターヌーンってやっぱ必要っすよね。あ、コンビニあるやん、ローソン。はい。了解です。いただきます。お腹空きましたね。お腹空きましたね。カツ飯ですよ。お、なんかすごい音。あ、お疲れーす。大声。びっくりした。あ、どうした？今どこ行ってます？今カツ飯屋に向かってるところやで。じゃあ多分行けそうですね。あ、マジで。なんて行けそうですね。あ、行ける。ぐらいで行きます。あ、そう、カツ飯屋のとこに。全然ピンとこなかった、はい、あ、そうな。俺もあと10分、20分ぐらいよな、確か24分です。あ、24分後ぐらいに着くね、カツ飯屋に。はい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 。お店集合で行っとく。はい、了解です。OK、じゃあまたそっち向かうね。はい、お疲れーす。え、カツくんの方が先に着きそうだな。うん、10分ぐらい着くらしいわ。早っ。カツくん久しぶりやな。最近はまあ LINE のグループでも参加表明聞かない、ね、そうですね。もう最後あったんいつやろっていう。あ、アンテンさんもそうなん。いや僕なんか普通に女の子できたなとか思ってましたけど。ああ。じゃあまさか、ちょっと紹介しますみたいな、今日まさか。あ、それ連れてきてる可能性が。ちょっとインナーバイダーしとこうか。あ、名前聞こう。あ、カツくんおるわ。空いてる。あ、じゃああそこ止めようか。止めれる？そこ1台2台、もう1個横使おうか。はい。右かな。右やね。あっつい。あ、てか僕の声聞こえますこれ。あ、全然普通に。大丈夫。いや久々やなこの感じ。やっぱ複数のツーリングいいですね。あ思いのほか増えましたね。うん、増えましたね。5人ぐらいはいいですね。5人ぐらい。
や不思議な感覚ですね、ここ皆さんが走ってる。あー地元をめっちゃ走ってるもんな。だってバチバチ家帰るみたいな。あまた特定されるわあかんかんかん。そうなんだ、声にサイコパスミが戻ってきた。サイコパスミがそうなんだそうなんだ強いマッチムシまあまあ営業なんてこんなもんっすよ。営業だわ。次まあ家は帰ってこないのがデコやろ。そう俺めちゃめちゃ気合い入れてなんかキャーンってやった時全く帰ってこんかった。あやっとここまで来たんですね。そうあ先頭行きたい人全然行ってくれていいですよ。いや大丈夫です。あ行ってください行ってください。大丈夫です。いや自分も後ろの方で、うん、わいけいやタイミングで入ってたと思ってた。いやいやらしいなともくん。全然そんなことないですよ。もう山道なんで僕全然飛ばせないですから。あそれめっちゃ気持ちわかります。だってもうね手放すバイクをねそのリスクを犯して走るねバカがどこにいるんですかって話じゃないですか。いやーやっぱ6個の方寒いなぁ。これ違うな。これ左側、まあ、いつものあれですもんね。そうまだまっすぐでいいです、ね、まだまっすぐでいいよ。あー立て水や。了解。うわー待ってマジかよ。危なやろ。こっち大破すんであんな。あぶねいや怖かったっすね、うん、あんなとこの上に…無免じゃなかった。いやどうなの。おぉー角ついてましたよ。おぉーまあこれは頼りとか、うん、まじ、あ、マジで多分あ、おるおぉーおる、あ、一時不停止やろこれ。ああ失礼なんかな。わかりやすく分かりやすいとかなってるよね。もうめっちゃ逆にフルムでしたい。もうありがとうございます、ご苦労様です。俺普通にエチャックするっすわ。お疲れ様ですみたいな。よし。あやばい。いやためるな。ちょっと一瞬警備員の人と見せかけといて違うっていうな。いやなこれ右白バイオル。え、どこ？白バイ？どこ？え、どこ？白バイは通っていきました。あ、通っていった？通っていった？見たかった。お前、おった。え、どこ？おった、もこマジでこんなとこ走りにくいな、気が知れんすけど。いや、俺バリバリ来ててんけど、400の時6個なんか、なんだか何人追いやってるんですか、マジ。4、5人以上は行ってるかな。おい、待て いや、俺が追い込んでるんだよね。こう後ろでこう消えたり、前で消えたりしてるだけやから。いや、ナンパさんはもう結構事故発生役っすよ。いやもうそういうヤバい名前をつけるなって。いや、ナンパさんはね、無言でついてこいっていう圧をかけて。またそういう。あ、そこです。あ、ここあ、いいよ。ガラギっすね。いや窓からこちらを見られておりますが、一体何ほどなんでしょうね。え、どこで、あ、来たなみたいな。夜だみたいなの顔。そう、ガチ漕ぎをしてるでしょ、多分。いや、もう無理、吊るされてるだけ、もう吊るされてるだけ。いや、もう動きがモザイクなんやけども。なんかパイレーツオブカリビアでなんかこんなシーンみたいな気するな。俺気のせい、ジャックスパロー、これ思いっきり引っ張りますが、やばい。寄ってきますよ、大丈夫。寄ってきます。ちょやばい今のなかなかやばかった。カフェ良かったね。よかった。いやー久々に待ったりしてた。あー良かったです。行くに行く。ねえ、いい感じで。
ピクニックなかったもショックですね。これ走るんすか。あ、これ一方通行やから右行かなかね。あ、右行かないとダメだ。そうそうそう、俺やたらとみんなに心配されてましたね。あ、クッパいなかったねみたいな